はいはいどうも皆さん、今日も元気にやっていきますぞ。今回はサトシピカチュウいるんだな。イエスイエス、今回はサトシピカチュウを活躍させたい、その一心で動画を撮り続けております。ちなみにもう20戦はしてるでしょう。そんな裏話話さなくていい。さてと、今回の選出だけど、まずピカニキを先発でいいかな？明らかにピカチュウどこにも刺さってない気がするんだが。そうだけど仕方ないじゃん、ピカニキは絶対選出なんです。ということで後ろはナットレイやサザンドラ対策にあれ U ターン、そして最後に命がけ、さらにはバカ力を持ってるアギルダー、この3体で行きましょう。それではお相手の方、対戦よろしくお願いします。よろしくお願いします。お相手の先発はサメハダー、これはメガサメハダーの攻撃で一発だな、ご愁傷様、まだわかんないよ、メガじゃないかもしれないし、いや、もしメガじゃなくても一撃だと思うんだが、お相手はここ加速をするために守る打ってくるよね、確か Z 技のダメージは守るがあると4分の1しか入らない。悩ましい。しかしここでダメージをある程度入れておけば、後ろのスカーフアギルダーでなんとかなるんだぜ。だからここは Z 技打っていっていいんじゃないか？まあそう言ってる間に打ってるんだけどね。それでは行きましょう。世にも珍しいサトピカ Z の威力、見せてあげます。さあ行けー。ギャランティーはアニメージはで1000万円。ピカチュウは麦の渾身の一撃。そんなもらってるわけねえだろ。行くどー。1000万、100メートル世界記録保持者。普通にボルトってー。行けー。ジャマイカの英雄、ウサイン。ピカチュウ、そろそろ黙ってくれないか？さて、守るで入るダメージ4分の1だけど、どれぐらい入るかな？半分いかず、まあこんなもんか。お相手のサメハダー次目が進化してくれないかな？そしたらアギルダーがスカーフだから、S 抜いてるんだけど、守る持ってるってことはメガの可能性高いと思うが、どうだ？よしよし、ここでお相手のサメハダーはメガ進化、これならアギルダーの虫のさざめきで落とせそうだね。そしてここでお相手のサメハダーは噛み砕く。まあピカチュウは耐えれそうにないな。それでも守るを貫通してアギルダーのさざめき圏内に持って行ってくれたし、大活躍と言ってもいいんじゃないかな。恐ろしいほどのハードルの低さ。さすが主人公ピカチュウ様。ポケモンの興行収入にだいぶ貢献してくれてるからね。それは言うんじゃねえ。よし、それじゃあさざめき打っていくとするか。だが問題はここでお相手にスカーフということがバレることなんだよな。あ、そういえばそうだね。ウルガモスとか来たら終わっちゃうからやめてね。盛大なフラグをありがとう。そしてここで無事サメハダーは突破。さあ果たしてウルガモスはいるのか。まあもしいたらここで出てくるだろうな。むむ、出てきてしまったウルガモス。ウルガモスの攻撃をやれウータンが耐えれる確率は？ 0%。じゃあ勝てる確率は？ 0%。私が結婚できる確率は？ 0%。そこだけ食い気味やめてくれませんか？とにかく何か起こるかもしれないし、ここはやれウータンに交代します。さあ行ってこい、やれウータン。このヤレウータンはこだわりメガネ持ちです。こだわりメガネか、突撃直帰だったらワンチャンあったかもだな。そしてお相手のウルガモスは蝶の舞、これ次のさざめき。耐えねえよな。私は絶対に諦めません。そう、諦めたらそこで試合終了ですよ。ということで青いボタンいきます。諦める気満々じゃねえか。ヤレウータン、耐えろ、耐えるのでーす。うおー、AT フィールド発動、アンダー。まあ耐えねえよな。そしてスカーフアギルダーじゃどうやっても勝てねえ。これは完全敗北なんだぜ。そ、せめてウルガモスだけでも、お前よくこの動画を採用しようと思ったな。違うんです、実は20戦ぐらいして、まともにサトピカ Z を打てた試合がこれだけなんです、許してください。そして最後は野々村議員並みの命がけでいきましょう。やめろ。これでウルガモスは突破、しかしお相手にはもう一体残っている、よってこちらの敗北だな。それではお相手の方、対戦ありがとうございます。ありがとうございます。そして今回はこれで終わります。ご視聴、ありがとうございました。ありがとうございました。ではではー。皆様、本日はトライアングルチャンネルをご視聴くださり、誠にありがとうございます。もしこの動画が面白いと感じてくださった方は、高評価、並びにチャンネル登録してくださると嬉しいです。ちなみに登録方法は、概要欄の下の赤いボタン、今出ている画面の矢印の先をクリックしてくださると登録できます。それと、サブチャンネルの方でも動画投稿しておりますので、よければそちらもよろしくお願いいたします。